嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。ホラーナイト。ちげえよ。ちげえよ。お前、都市伝説の企画だよこれ。あ、都市伝説か。びっくりしたわ俺今。間違えた。毎週日曜、都市伝説のコーナー。こんな声出てんねん。あらから。今日は都市伝説に詳しいこの方を呼んでいます。いいよ。どうも、ブルジョワさんです。どうも、ブルジョワさんです。どうも、ブルジョワさんです。最初にね、ある写真を見てほしいんだよね。おー、はいはいはい。その写真がこちらです。ちっこくね、なんかおもちゃ。これ、なんだと思いますか。気持ち悪いおもちゃみたいな感じ。これなんとね、宇宙人のミイラなんです。いや、また宇宙人だ。吸ってる感じがすごいわ。宇宙人のミイラです。足とかだってなんかこんなね、カブトムシのここみたいになってる。15センチほどしかないですね。すごい。どこで見つかったかっていうとね、2003年のチリのアタカマ砂漠っていう場所で見つかった。あー、アタカマ砂漠ね。分かってねえだろってね。あそこね、アタカマ砂漠で見つかったから、このミイラの名前をアタカマヒューマノイドと名付けております。おー、名付けております。まあ略してアタとか呼んでるんだけどね。アタちゃんで、ちゃんとね、歯も生えてるんですね。で、あと肋骨もあります。普通の人間って12対しかないんだけど、アタは10対しかないと。あら、まあだからもう少なくともこれは人間ではないだろうみたいなね。なぜ、お作り物に見えるとか、まあさっき言ったじゃん。まあでもこれね、本物なわけなんですよ。え、マジ。そう、これが偽物で、偽物で宇宙人っぽく見えるから、それが嘘で、あの世界中バレたとか、そういう都市伝説ではないわ。違う。はい。ほな、お前証拠あんのか。証拠下手か、お前。アメリカのね、カリフォルニア州にあるスタンフォード大学っていうね。ああ、聞いたことある。スタンフォード、俺が目指してた大学なんだ。言ってやろお前。ガチだよ。大学でしょ。やめろお前。ABCDEFG ランぐらいの大学。 CT スキャンとか GPA 鑑定とか、まあそういうので3年に調べて、これが人間だと分かったわけ。人間なの。人間なの。これ人間です。え、人間なの。宇宙人じゃないの。宇宙人じゃないです。これ、人間です。これなんで、じゃあ、このミイラは人間だって分かったかっていうと、まあ、このミイラに含まれている DNA を調べたところ、チリの先住民族の DNA と一致したっていう。ああ、じゃあ人間なんだ。で、少なくともこれはもうチリの人のミイラだと。あ、そう、確かに。でもさらに驚くべきことに、このミイラなんと、6年から8年間ちゃんと生きてた。この姿で。そう、ずっと気をつけのまま。そうそうそう、まあ、ずっと気をつけのままかどうか知らんよ。ずっとこう折って。いや、分からんわけではない。違う。まあそれを証拠にアタの内臓を調べたら、未消化の食べ物が含まれていたっていう。え、まあ、食ってんの。ちゃん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 。ちゃんちゃん食ってない。歯もね、永久歯が生えていたから、これ骨が成長してるってことなの。あ、なるほど。だこのことからちゃんと生きていたんだよって分かった。なるほど。こんなんや。なんでちっちゃいんすんだ。そう、なんでちっちゃいか。そう、なんでですよ。そこだよね。まあ科学者が調べたところによると、重度の小人症なのではないかっていう。重度すぎ。そう、かなりでも本当だよ。重度すぎだよ。遺伝子の突然変異によって体の成長が止まってしまった胎児がそのまま生きてしまったんではないかっていう。え、6、8年も生きれない。英語みたいだな。そう、これやで。なんならこれよりちっちゃい。それよりちっちゃい。こんなんよりちっちゃいよ。そう。でもその、この話ね、不可解な点が3つほどありまして。おー、来た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 ぞ。すごい盛り上がりだな。すごい盛り上がりや。すごい盛り上がりや。まあこのアタなんだけど、はい、まず1つ目。何これ。ロネット叩いた。叩いた。一つ目の不可解な点として、アタの両親がね、見つかっていないっていう。あららら。ら、見つからないでしょ、ミイラ。そう、身元が分からない。まあ先住民族と DNA が一緒とかなんかいろいろ語ってはいるものの、もうお野菜見つければもう一発で分かる話。確かに確かに。確かに。まあだけど見つけるの無理でしょ。まあ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 、ミイラの。いやでもこんだけ小さかったら、あ、私の子供っていう人が出てくる。出ねえ。出ないです。300年前の話だと思って。まあでもこれ意外とそんな日数長くなくて、40年ほどなの、死後経過して。そうなんだ。そうなの。そうなの。そうなの。うるせえ。知ってる。横やり。お前バカがたまたまこう変異。2つ目、遺伝子の突然変異で成長が止まったまま生きてしまった。漠然としすぎて、なんで骨が成長し続けるんだとか、肋骨なんで10個しかないんだとか、細かい理由とかが全く分かっていない。
そして3つ目、死後40年経ったのに、こうなんで誰も見つけられなかったのかっていう。ゴーストタウンの教会で見つかったんだけど、白いね、布で包まれていたのよ。ってことはさ、人為的じゃん、明らかに。かけてるやつがいるね。そう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 、じゃあ絶対そういうやつがいるはずだから気づかないとかもないよね。ちげえよ、白い布で包まれた跡じゃねえよ。以上の不可解な点から、これ人間のミイラではなく本当に宇宙人のミイラなのではないかって話が浮上してくる。なるほど、そっちの年で。さらに言っちゃうと、まあ、ハリソン・フォード大学が公に発表してから、はい、もう学者とかがハリソン・フォード大学俳優だよ。ごめんごめん、俳優ですよ。スタンフォード大学ね。スタンフォード大学です。スタンフォード大学がこれ公に発表してから、学者たちが口を揃えて言うのが、これはもう人間のミイラって分かったことなんだから、この話は終わりにしようっていう論調になっているんですよ。この亡くなった子供のミイラだから、もうほっといてあげましょうよみたいな。はいはいはい、やたらと強引に終わらせようとしてるんですよ。わしぞ、怖いね。ということから、つまり本当に宇宙人のミイラなんだけど、もうその事実が世界中に拡散しないように、子供のミイラって嘘をつき続けているんではないかっていうこと。うわぁ、都市伝説や。そう、やばいね。で、しかもですよ、はい、アタカマ砂漠っていうのは UFO の目撃情報が絶えないわけですよ。おーおーおー、だから宇宙人がいたとしても別にそんなにおかしい話でもないっていう。なの、十分考えられる話なわけ。不思議なとこなんだね。で、さらにここチリじゃないですか。はい、なんでチリで見つかったのにわざわざアメリカの大学が調査しているんだって。確かに、おい闇や。来た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 。はい。UFO と来ました。はい。宇宙人と来ました。はい。で、それアメリカと来ました。はい。で、これも都市伝説好きな人だったらちょっとよぎる施設があるかもしれないんですけど。フリーメイソン。フリーメイソンじゃないっす。あれ？来た。ガーン。なんで突っ込まれた俺よ。エリア51。そう、マジで言ってんの。エリア51、好きですから。エリア51っていうのはもう秘密事項が多くて、やばい、未だに謎がたくさんある場所なんだけど、エリア51にはある噂があります。宇宙人がいる。そう、宇宙人をペットで飼ってるっていう噂があるんですよ。よく分かった。俺のあたりです。なんかね、飼ってるらしいね。あと墜落した UFO をここで調べているっていう噂があったり、とにかく外部に漏らさずに UFO の研究を進めてる施設っていう噂が絶えないわけです。うわ、そうなんだ。2018年となった今でも UFO にまつわる情報は絶えず、アメリカネバダ州で UFO の輸送中とみられる車列が撮影された。目撃された場所はエリア51へと続く道である。この UFO は捕まったエイリアンのものではないか、エリア51で実験が行われるのではないかと様々な意見で盛り上がっている。またミステリーニュース、ミステリアスユニバースによると、今年9月20日コールサインのない謎の航空機がエリア51上空で奇妙な飛行ルートをたどっていたことを航空ブログザ・ドライブが指摘したという。通常エリア51への航空機の侵入は禁止されており、この場所ではテスト飛行も滅多に行われることもないという。この時、一体何が飛んでいたのだろうか。もう表向きではこれは亡くなった子供のミイラと言いつつ、本当は宇宙からやってきたエイリアンの亡骸なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。うわ、すもう最後の…あ、なんか鳴った、うん、パチって…バチバチって言った。俺こっちから言った。え、普通にここでしょ。うん、そこだよね。そこマジパキパキって。えまた変な音しちゃったよ。今白い光ポンっていった今そこ。そう、お前白い光最近見えすぎちゃう。なんか概念見えるよ。前もとうとう俺みたいに若干見えるよね。そう、あノリおかしい最近。え、こんな明るい状態で、あ、わかんなくね普通。そう、白だしね背景。そうなのに、今見てって言ってお前らそっち見た瞬間ポンって。よくわかんないけど、お前がヒューマノイドってこと。ヒューマノイドじゃねえよ。あたじゃねえから、あたヒューマノイドじゃねえから。あたじゃない、あたじゃない、童貞ヒューマノイド。なんだ童貞ヒューマノイド。ヒューマノイド、だからお前寿命5万とかでしょ。うお、バケモンじゃねえか。お前あれだよ、5万年生きるやん。5万年のうち4万年は植物状態やから。感じはしてる。記憶消されてるやん。めちゃめちゃきつい。すげえな、お前4万年、これ俺ずっと土の中いるんだって。ターボがヒューマノイドであるということ、信じるか信じないかはあなた次第です。信じなくていいわ。ちょっとマジで怖い。今までのホラーナイト圧倒的に凌駕するレベルで閲覧注意なので、本当に苦手な方は見るのやめましょう。